良太郎、茂木が右サイドに散らします。田向かい、さあ伊藤良太郎持っていってシュート打った、決まった、素晴らしいミドルシュート、途中出場の茂木起用に応えます。この時間に水戸が先制、素晴らしい弾丸シュートを叩き込みました。愛媛の守っていた岡本反応したんですが、この時間失点を許します。先制は水戸です。石橋さん、素晴らしいミドルシュートが決まりました。シュートもすごかったですけど、このパスですよね、はい、どうぞ決めてくださいという伊藤良太郎のパス、両方とも素晴らしいですよね。はい、茂木もよく低くゴールに収めましたね。まあ、長谷部監督としては監督冥利につきますよね、はい、交代してすぐ